はい、こんばんは。えー、本日はですね、えー、この高市さんの問題ですね。えー、高市さん、あのー、これはね、放送法の行政、えー、行政文書の問題が出てですね、えー、そしてもう一つはね、えー、この前あった、その、えー、統一地方選挙の前半戦でね、えー、この奈良県知事選でですね、えー、まあ、 良県、えー、自民党県連会長でありながらですね、自らの調整ミスによって、えー、自民党の分裂選挙を招いてしまってですね、まあ、そのために維新にですね、えー、知事職を持っていかれてしまったということで、えーまあ、政治的にですね、非常に今、大変なですね、大変に高くて分厚い壁にぶつかっているとこういう高市さんですけども、えー、その高市さんをめぐってですね、 またね、あの、ポツポストですね、また新たなですね、えー、疑惑であるとか、まあそういったことがね、ちょっと報道されてるんですね。で、今日はですね、今そのことをですね、えー、ちょっと紹介してみたいと思うんですね。うん、まずね、えー、ニュースポスト7ですね、えー、これはまあ週刊ポストのね、あのー、これサイトですね、ニュースポスト7。それにね、えー、 第二の森友問題かあというですね、えー、ことで高市さんのこのあ新たな疑惑が書かれているんですね。うんえー、と見出しがですね、えー、天理市、天理市ってのは、ね、奈良県のね、えー、高市さんの地元ですね、天理市、ご、え、み、ー、処理場ゴミ処理場賃料で土地代の3倍14億円が、えー、市から天理教に、えー、高市早苗氏らに 疑惑といいうです、ねえー、見出出しの記事が出ているんですね一番最初読んでみますとね、えー「初の女性最小候補とまで呼ばれたはずだったそれが今や総務省の行政文書をめぐって窮地に陥り先日の奈良県知事選では県連会長でありながら保守分裂を招き惨敗、えー、泣きっ面に蜂の状況の高市早苗氏の周辺に 新たな問題が浮上しているというようなことなんですね、うん。えーとね、これどういうことかというとですね、えー、今年の3月20日にですね、3月20日というとね、この奈良県知事選の、ね、前ですね、えー、これね、荒井知事ですね、えー、前の知事が荒井知事という、ね、人だったんですね。 四選してですね非常にこの多選批判が強まっていて、えー、そしてね、あのー、今回退くのではないかというふうにも見られていたんだけどもおこれ高市さんの調整ミスでですね、えー、非常にこの、えー、なんていうかな意地になってしまってですねそして、えー、分裂選挙を招くような出馬をしてしまったということなんですね。でその新井知事が えー、知事選の前の3月20日のですね定例記者会見で、えー、これね、えー、結構爆弾発言をしたんですよね、えー、爆弾発言をしたんですよ、えー。それをね、そこのところをちょうど読んでみますとね、えー、っと、えー、3月20日、新井知事は定例記者会見で、えー、奈良県内の自治体が行っているある事業に対し、大批判を展開。 えー、県としての補助金を再考する可能性などにも言及した。でなんて言ったかというとこういうふうに言ったんですね。土地代の3倍にも上る高い金額での用地取得は住民の納得を得られてるんでしょうか。住民が知らない場で決められるというのはそもそもおかしいというふうに思います。っていうねことを言ったんですね。でその事業とは奈良県天理市内で、えー、同市を含む 10の自治体が共同で作る山野辺え県北西部公益環境衛生組合が行っている新しいゴミ処理施設の建設工事だということなんですね、うんで。これどういうことかというとですね、えー、これね、えー、っと、ゴミ処,処理場ですね、要するにね、ゴミ処理場、えー。これね、ゴミをですね。 この燃やしてですね、そして処理するという施設ですよね。でそれを、えー、このね、天理市をはじめとするですね、奈良県内の十個の自治体がですね、まあ共同でね、この衛生組合を作っ作るんですよね。作ってるんですよ。そしてそこが、えー、この天理市内にですね、処理場を一緒に作ると。そしてそこで共同でゴミを持ってきてですね、そして燃やし燃やすと。 いうことなんですねでそのゴミ処理場ですねそれが、えー、実生価格のですね3倍で用地を借りるというねことなんですよ。ね実価格の3倍でで用地を借りるんですよこれはねまず考えて常識ではありえないですよね。うん、これ誰もねそういうふうには考えないわけでしょ。つまりある土地があってですね実生価格。 ね、あってで何その用地を借りるのに3倍お金かかるのと,ということになったらいやそれ借りるのバカじゃないですかねそれ買いますよって話になるじゃないですかねところが3倍のお金を出してゴミ処理場の用地を借りるということをね、えー、この天理師はやったわけなんですよ、ね、でこれはですねまさに安倍さんが森友学園問題でね実勢価格から 8億円値引きして、えー、そしてね、譲り渡したというですね、そういう問題がありましたけども、それと同じような問題なんですよね。うん。えー、つまり森友学園の方は、8億円値引きして、ね、1億円で売ってしまったということですね。まあ、税金のね、えー、まさに何て言うかな、税金の無駄遣いっていうか、 えー、これはねと、えー、税金取れるところを取らなかったということですよね、まあ、税金というか、えー、その土地の価格を取らなかったということですよねでそれとは反対にですねこれ3倍3倍のお金を出して用地を借りたと本来は3分の1で買えるところをね、えー、3分の3分の1で買えるところを3倍のお金を出してわざわざ3倍のお金を出して借りたということですよねうんこういうね えーまあ、信じられないことをですね、えー、天理市が行ったわけなんですよ。ね。うん。そしてね、自民党関係者が言うには、このゴミ処理場の工事が、今回のね、奈良県知事選における、えー、自民党分裂の原因の一つだということなんですよ。ね。そしてこの天理市は、えー、このね、 天理市高市さんが選挙区にしているね小選挙区の中に入ってるわけですよ、ね。なので高市さんにも関わってくる問題だということなんですね。あそういうことなんですよ。ね。うん。そしてねこれはね、えー、と大和高田市のですね市議会議員である森本さんというね市議がいるんですよ。まあ、この人維新の会なんだけどもその人がねこういうふうに解説しているんですよ。ね。 えー、この土地は天理教が所有しているそこを組合はね天理市をはじめとするね10の自治体の組合は購入ではなく60年契約で借りて使うとしています土地の評価額は、えー、約4億6千万円ですが利回りが天理市のもともとの資産では3.5%に対して えー、天理市が採択した天理教側の試算は5%で計算されているため60年間の賃料の合計は約10億14億円にも上ると。というね、えー、解説をしてるんですよ、ね。つまり60年間ね、借りますと。で、その賃料が合計で14億円ということですよね。で、実際の土地の価格は 実製価格は4億6千万なんですよ。なので買っちゃえば4億6千万で買えるんだけどもわざわざ60年間の賃貸にしたとそれで14億円合計払いますというねそういう契約になってるわけですよ。なので荒井知事が、新井前知事が会見で3倍にも上る高い金額おかしいんじゃないかというふうに天理市の対応をですね批判したわけなんですよ。 ね、そういう問題なんですよねつまりねもう一回繰り返しますとですよ土地の評価額は4億6千万ですよそれがなんと60年間の賃貸で総額14億円で借りるということまるで常識では考えられないねうんまさにこの荒井善知事の言うとおり3倍の価格しかも60年間の賃貸であるということですよ これ、天理氏にとって何の意味もない取引ですよね、うん。これ3分の1の価格であればですよ、まず速決売買ですよね。うん、すぐに買えますという話じゃないですか。じゃあなぜね天理氏はわざわざ3倍もの金を払って、60年賃貸契約にしなければいけないのかという問題ですよ。ね。しかもその計算というのは、天理氏の最初の試算では約、ね。 えー、年3.5%の,のね利回りで計算していたんですよ。だけどね、これ土地を持っている天理教は5%で計算していたんですよ。そしてその5%というものを天理師はミスミスっていうかな認めちゃったわけですよ。そして、えー、60年賃貸契約で、えー、14億円というようなね計算になってるわけですよ。ね。まだこれはね分かりませんけどね。 よくわかんないけども、年3.5%というのもね、この低金利の時代でね、これちょっと高すぎないかと思うんですよね。そしてそれを上回る5%ってのはね、これすごいね、えー、あまりにすごい利回りじゃないかなっていう、ね、気がするんですよね。この辺ちょっと考えられないんじゃないかと思うんですよね。うん。うん、そしてね、えー、こういうね <laughs>、まあ、ニュースポストセブンのね、 えー「週刊ポスト」の取材に対してですねこの当の天理市のね浪川賢市長っていうんですよね浪川県市長天理市の、えー、この人はねこういうふうに言ってるんですよ、ねまあ、このそういう疑惑ね全然ありませんともちろんねきっぱり否定してるわけなんですよねでこういうこと言ってるんですよねゴミ、えー、処理施設のような大きな建物をすぐ建てられる造成済みの土地は、えー、ここくらいしかなかったんです。 えー、高速道路のインターチェンジからも近く、えー、自治体からゴミ収集車が集まるのにも便利ですということですよねそしてね、えー、土地が、えー、賃貸なのは賃借なのはですねこういうふうに説明してるんですよねえー、購入すると迷惑施設であるゴミ処理場が固定化されてしまうため 賃貸、賃借で進めてほしいとの声が,住民が、住民側から強かったんです。天理教務自体も、ゴミ処理施設は歓迎していない。なので、一生懸命お願いして、賃料も決まったんですよ、と。というふうにね、この並川あ市長はね、説明してるんですよ。ね。ああ、そうか、そういう事情があったのか、というですね。まあ、なんていうかな、まあ、それだけ聞くとね、ああ、そうなのか、っていうね。 えー、納得、ね、しちゃうかもしれないんです,ですけども、でもね、よく考えると、これは納得できるような代物ではないんですよね。うん。これね、住民はですよ、えー、これ、賃借でね、進めてほしいというね、要望を出していたかもしれませんけども、結局ね、60年賃貸じゃないですか。60年賃借。これ結局ね、 60年なんて60年後生きてる人なんかいませんよ。まずね。今、この要望を出してる人で,ですよ。まあ、子供がね、そんな要望を出すわけないんでね。うん。そうすると、結局、買ったのと同じ年数じゃないですか。ね。うん。それなら、3分の1で即決で買わない方がおかしいじゃないですか。どう考えても。ね。うん。おかしいですよ。うん。だって60年後は誰も生きてないですよ、これね。うん。 でね、これね、それを考えればですよ。最初に買っちゃって、3分の1で安く買ってですよ。そしてそれから、じゃあ50年後か60年後にはね、別の用途に切り替えましょうと。そういう計画をね、ちゃんと作りますと。いうことで、これ住民を説得するしかないじゃないですか。ね。そうしないとこれはね、税金の無駄遣いと言われても仕方ないですよね。なのでこれは、 別の観点から見たら、住民訴訟になるかね、あるいは百条委員会で調査されるのか、そのぐらいの話ですよ、これ。ね。相当の無駄遣いという話になりますよね。うん。ね。こういう不思議なね、ことをやったんですよね、この天理氏がね。だけどね、えー、これ、えー、天理市の並川市長はですね、えー、こういうふうにね、言ってるんですよ。これ、荒井知事がね、 新井前知事が記者会見でね、天理市のやってることはおかしいというふうに言ったんで、えー、そのことについてですね、浪川市長はこういうふうに説明しているんですよ。新型コロナ禍で、私が、つまり天理市長が、新井知事のコロナ対策には不備があると指摘をしたら、敵視され始めたんです。組合、衛生組合ですね、衛生組合の事業もやり玉に挙げられ、 おかしな疑惑情報は出回るようにもなりました。組合に参加する、衛生組合に参加する自治体を中心に、県内には荒井知事に対する不信が強まって、高市会長ら自民党奈良県連も、今回の知事選では平木さんを推す一方、え荒、ー、井知事は強行出馬したんです。で私に言わせれば、 何の問題もないゴミ処理施設建設を荒井知事が無理に疑惑化したことが今回の自民党の分裂と敗北の原因の一つなんです。とこういうわけですね、うん。まあちょっとねこうバーッとね一通り言ってみたんですけどもこれねまあ、この構造を分かりやすくね簡単に説明するとまず最初はこの天理市の並川健市長がですよ荒井奈良県知事のことを コロナ対策でおかしいじゃないかっていうねと批判したわけですよ。ね。そしてそれに怒ってしまった新井知事が並川天理市長を敵対視し,してね。それ以来天理市のゴミ処理場の疑惑が出回り始めたということなんですよ。ね。それで新井知事に対する不信の念がこの天理市を中心とするね。このの この衛生組合銃の、ね、自治体で作ってますねこの銃の自治体を中心に広がってそしてそれが元で自民党が分裂していったんだとそういう構図なんですよというふうにねこの天理市長は説明しているんですよねこれはねまあ浪川さんがあ主張している構図なんですよねうんでこのね浪川兼ね天理市長というですねまあこれどういう人なのかっていうね えことがあるんですけども、まあ、この人はね、あのーまあ、結構若い若いね市長さんなんですよね大阪府のね箕面市生まれなんですよでちょっとねこのいろいろとその経歴がちょっとね、あのー、ちょっと変わっていてですね最初ね、あのー、防衛大学校に入るんですよねそしてそれを中退してさらにこの東大法学部に入り,な入り直して それをね、えー、卒業してそしてね外務省に入るんですよそれからカイロ大学かなんかね留学してでジョージタウン大学にも留学してるっていうね、まあ、結構ね優秀な人なんですよねそして、えー、エジプトのね日本大使館にいて二等書記官なんかやってですねそして退官して、えー、さらに退官して2012年からね1年近く電通で戦略プランナーを務めたというねこれね 非常にね、あの紆余曲折ですね、まあ、優秀なんだろうなと思いますけども、紆余曲折のちょっと変わったね道を歩いているんですよね。そしてそういうね、あの電通の戦略プランナーですね、それを、まあ、10か月ぐらいかな、11か月かな、それやってですね、そしてその後その直後に、2012年の12月に、この総選挙に出る,出るんですよ、奈良行区からですね。 しかもそのね、日本維新の会公認で出馬するんですよ。ね。ところが、その選挙で、えー、自民党の高市さんに敗れるんですよ。ね。辞典で落選ということなんですよね。そしてその後、その翌年の今度は2013年6月に、えー、今度は天理市長選にですね、天理市長選、それにね、出馬するんですよ。ね。えー出馬して えー、そして、えー、ここで初当選するということなんですよ。まあ、それ以来、天理市長ということなんだけども、ねまあ、ここを見てもですね、えー、非常にね、ここもまたね、右与曲折ですよね。最初、日本維新の会で、奈、え、良、ー、日から出て、えー、この高市さんに敗れてですよ、敗れて。えー、そして、その、今度は翌年に、えー、天理市長選に出て、今度はそっちに当選すると、ね、いうことですよ。 そしてね、この当選した後ですね、当選した後、えー、今度はね、えー、また翌年の2014年、ね、総選挙あったんだけども、この時に今度は高市さんの支援に回るんですよ。ね、高市さんの支援に回る。まあとにかくこの人はね、並川さんはね、あっち行ったりこっち行ったり、もう情勢を見るに便、ね、うん、非常にね、敏少性ありますね、これね。まあいい意味では便称性ある。 悪い意味では、まあ、あっち行ったり、こっち行ったりっていうね、まあ、風見取りみたいな、そんな感じですよね。うん。そして、えー、まあ、そういうことで、天理市長をずっとね、やってるとお。ということで、まあ、高市さん支援は、そのまま変わらないわけですよ。ね。高市さんはもちろん、この天理市をね、中心として、えー、とする小選挙区ですからね。そして、この波川さん自身はですね、えー、この2023年のね、 えー、このフライデーの取材に対してですね、えー、自分は天理教の信者であるということをね、認めてるわけなんですよ。それをねあの、明かしてるわけなんですよね。天理教信者であるということなんですよ。ね。うん。まあそんなようなことなんですよね。うん。まあそしてね、えー、今回のね、えー、この奈良県知事選ですね。奈良県知事選。 えー、ここ、この奈良県知事選ではね、当然、えー、高橋さんね、えー、もちろん自民党をね、えー、これ応援してますから、えー、このね、高橋さんは、この平木さんっていうね、総務省のこの元の部下ですね、これを立てて、まあ、そして落選しちゃったわけなんですけども、えー、この平木さんの後援会の副会長をね、務めたんですよ、浪川さんがね、うん。ということで、えー、この開き選挙対策というのは、 高市さんと並川さんんんととと川のでで動いていたといてたうことなんですよ、ね、つまり、えーね、これ平木さんというのは新井さんと、ね、自民党分裂で出たんだけどもそれは落選したと両方ともねそして維新,の会維新の会のねこれが当選したということですよねそしてこの並川さんは落選したんだけどもこの高市さんのラインで動いていたと。 つまり、高市さん、並川さんというのは、もう今はね、えー、もうすごい味方同士っていうかな、そのラインを結ばれてるということなんですよ。ねうん、なので、えー、並川天理市長は、えー、高市サイドの市長であって、荒井知事とは、荒井前知事とは対立する立場であったということですよ。ね。うん。そして、その並川天理市長というのは、えー、今回ね、 このゴミ処理場をめぐってはですね、えー、いろいろね、えー、高市さんに対してね、まあ、報告をしたり、いろいろ動いていたということなんですよ。これね、2015年6月にはですね、えー、これ、ゴミ処理施設ですね、えー、これ、環境省、補助金をもらわなきゃいけないんですよね。で、その問題で高市さんを訪問していたということなんですよ。ね、それからさらさに えー、去年の8月20日に行われたゴミ処理施設の起工式と安全祈願祭には高市さんが招かれて最前列に招待されていたと。ね、でこれ高市事務所にですね「これ週刊ポストが取材」が確認したら、えー、この当日はね地元秘書が代理で出席したというね返事だったということなんですけどもね。うんでそうなるとですねね これはまずね、えー、天理師ですね、ものすごいいっぱいお金を出して、つまり3倍出して、そして天理教にね、3倍のお金を払ったということですからね。じゃあね、問題は、この天理教自体はですね、高市さんにとってどういう存在なのかということですよね。うん。これ、浪川市長がですね、この天理教の信者であるということは、 あもうこのフライデーでねフライデーに浪、えー、川さん本人が認めているわけなんですよねじゃあ高市さんは天理教とどういう関係があるのかということですよね、うん、でこれ天理教というのはですねこれ、えー、ね、えー、当然名前からも分かるように高市さんの小選挙区である天理市に本部を置いてるわけですよねそして交渉信者数ですね 公に認められた信者数は118万人なんですよ。118万人の宗教法人なんですよ。なので、高井さんの選挙にとっては、とっても重要な宗教団体だということなんですよね。うん。もう極めて重要ということですよ。ね。うん。ね。統一教会なんか全然問題にならない。ね。ということなんですよ。 そしてね、この「週刊ポスト」はですね、結構高市さんをね、この面でずっと追跡していたみたいなんですね。というのはね、2015年の「週刊ポスト」で、これね、高市さんが代表を務める自民党奈良県第二選挙,選挙区支部っていうのがあるんだけども、そこがね、天理教団本部に、会費名目で2万円を支払っていたということを報じてるんですよ。 ね、それから、えー、天理教の機関紙である天理地法ですね、えー、それを発行している天理地法者ってのがあるんだけどもそこに対して封筒代代ととか印刷代などを支出していたといたうことなんですよね、うん、でこれねいや高かか2万円じゃないかとかね、まあ、封筒代印刷代大したことないだろうと、ね、いう、ね、話なんだけども要するにね、えー、こういうのをねまあ何て言うかな、まあ、礼儀というか。 えー、一つは氷山の一角なんですよ、ねうん、まあちょこっとその氷山の一角が出ているだけで本当はねその水面下らもっとね深い関係があるっていうのが普通なんですよ。ね。うん、そういうふうにこれはね読まなければいけないんですよこういうものはね。うん、ということは、えー、結局ね高井さんと天理教というのは。 まあこれ当然ですけども、ね、地元の、ね、大宗教団体ですから当然ですけども、えー、深い関係があるということなんですよね。うんそしてね、2007年3月には、これ共産党の,、ね、この赤旗ですね、赤旗がこう報じていて、えー、結局高市さんは <laughs>、これね、えー、天理教の信者だ、信者ではないかということを、ね、報じてるんですよ。というのは、 えー、これ、天理教のね、この天理時報ですね。えー、天理教の機関紙の天理時報、天理時報ですね。これが高石さんのことを、養木として紹介してるんですよ。洋木というのはね、これどういうことかというとね、えー、これ天理教の中での言葉、用語なんですけども、えーとね、信者、信者のことを養木と言ってるんですよ。ねうん、これは例えば 統一教会の場合はね、あの、シックって言いますよね、信者のことね。これ宗教団体によって違うんですよ、言い方がね。うん、天理教の場合はね、養木と言ってるんですよ。ねそしてその養木の一人として、高石さんを紹介していたということなんですよ。ね、だけども一応念のために言っておくと、高石さんはあ天理教の信者であることを否定しています。ね、うん、というような関係なんですよ。ねうん そしてね、えー、っとまた記事に戻りますけども、えー、これね、地元の関係者がね、この週刊ポス,トにポストに対してこういうふうに言っているんですよ。解説してるんですね。えー、このゴミ処理施設建設は結果的に天理市周辺の自民党議員と天理教でウィンウィンの構図になっている。天理教には金が入る。ね、当然3倍の金ですからね。 議員側は天理教の表に一層期待できる。それはそうでしょうねお金をね3倍やるわけですからねうん。浪川市長に至っては天理教の信者であることを公言し癒着関係が疑われても仕方ない。まあこれはね最もな見方ですよねこれねまあ常識で考えればそうだろうなっていうふうに分かりますよねこれはね。うん ただね、常識で考えて分かっても誰もそういうふうにはねあの表面表面切っては言わないだけの話でまあそうなんだろうなと思いますよねこれねうんねえ、うん、そしてね、えー、さらにこの「おお週刊ポスト」取材するとですよ、えー「天理教本部に問い合わせるとあのゴ、ー、ミ処理場ということで当初より賃貸という前提でお話をいただいていました」ということなんですよねえ これはね、要するに、えー、この浪川市長はですね、えー、この地元住民の説明会ではね、えーまあ、場合によっては購入することもありうるだろうと思うとかね、そういうことを説明しているんだけどもだけど、ね、これはもう、ね、初めからね、沈釈ありきって動いていたことはもう間違いないと思いますね、この、えー、ポストの記事を読む限りね、うん。というのはね、こういうことも書いてあるんですよ。 えーっとこれはですねえー、っと2015年か2015年2015年3月12日に行われた天理市内の区長会の会議録によれば浪川氏は最初に知見者のところにお話しに行きました知見者ってのは天理,天あの天理教ですよね借地ということで今同意をいただいておりますねっ これ2015年ですよ。2015年の時にすでに借地ということで今、意をいただいております。ね。そして、この天理教自身もね、当初より賃貸という前提でお話をいただいていました。という説明ですからね。これ当然一番最初っから賃借だということですよ。ね。うん、ね。驚くべき話じゃないですか。ね。そして、その価格がね、 えー、実生価格より3倍だっていう話ですよ。60年間の賃釈でね。うんまあ、そんなような話ですね。これはね、まあ、本当にね、信じ難い話ですけどもね、それがね、普通に堂々とこういうふうにね、言われちゃってるわけですよ。ね、そしてね、このちなみにね、この「週刊ポスト」は、えー、今回ね、えー、の統一戦で、えーえー、初当選したね、この維新のね、 奈良県知事でである山下誠さんですね、まあ、まだ知事になってないか次期知事ですね山下誠さんそれに聞いてみたんですね、うん、そしたらこの山下新知事はこういうふうに言ってるんですよ土地は購入した方が安くなるなら購入する選択肢をまずは取るべきと思う賃料が不当,不当に高いのならば問題になるケースはあるのではっていうふうにね言ってるということなんですよねうんそうするとこれまたね 山下,山下誠さんが新しい知事になるとまたなんか問題がね複雑に起きそうな気もしますよねこれね、うん、そういうね感じもしますよこれね,、うん、ねこれはねなんかねあのー、さらにね、あのー、いろいろと出そうな気もしますねこれね、うん、高市さんはねなかなかね 枕を高くしてはなかなか寝られないというね状況かもしれませんよね。うん、そしてねその高石さんに関して言えばねこの放送法の例の行政文書ですねこれについてね「えー、週刊新潮、ね」が、え、ね、ー、また新たに解説記事を出したんですよね。うん、解説記事。見出しがですね官僚の不満が政治を動かす総務省を捏造文書問題で読み解く本当の狙い。 これはね「えー、新潮週刊新潮」が書いて書いてっていうかなあ、まあ、掲載してですねえっと書いた人は水沢薫さんというねジャーナリスト元新聞記者という方なんですね、うん、で、えー、前はねもともと国会議員の政策秘書の資格を保有しているということなんですね でね、えー、このね結局この、まあ、水沢さんねこの「週刊新潮」ですねこれが取材取材ずっと進めていくとこの知人のね官僚たちはですね、えー、複数ですね、えー、全く同じような見立てをねしていたというんですよこの問題に関してね行政文書どうして出てきたかということですね、えー、これはねそのまま読んでいますとね昔の文書が持ち出された背景には当時 官邸主導を振りかざした磯崎陽介首相補佐官を大分県知事選に絡み潰す狙いがあったというようなね、えー、見方をしてるんですよね、うん。大分県知事選というのはね4月9日投開票になってね、えー、これ自民党から、ね、出た人と立憲民主党の方から、ね、出た人と、ねまあ、一騎打ちになって結局自民党が勝った、ねえー、そういう大分県知事選ですね。 で、その大分県知事選において、磯崎さんの目を潰す狙いがあったというね、ことを言ってるんですよ。ね。うん。これどういうことかというとですね、えー、どういうことかというと、えー、この磯崎さんというのはね、えー、これ言わずもがなのことですけども、大分県出身の元総務省官僚なんですよね。うん。 それから参議院議員になった、なって、今落選中なんですけども、ね。えー、そしてね、えー、この磯崎さんね、磯崎さん、これね、やっぱり県知事選にね、出てほしくないということがね、やっぱり強かったということなんですよ。ね。そして、この総務省の官僚の中でも、ね、かつての磯崎さんの振る舞いにね、これ強い不満を持っていたと、ということで、 つまり大分県知事選に出てほしくないということでねそして元同僚のこの立憲民主党の小西博之さんに文章を流した可能性があるんじゃないかとというのがこの現役の総務官僚の推測であるということなんですよ。ね。うん、これねでここで僕の意見っていうかな僕の見方をちょっとねあの言いますとですねこれね。<laughs> えー、総務官僚が高市ささんんじゃなくって磯崎さんを潰そうとしたんじゃないか、ね、そういう見方は僕はね正しいんじゃないかと思うんですよ多分ねそれは正解だと思うんですよねだけどこれ前にもね説明したんですけどもねまずね磯崎さんは自治省系のね総務官僚出身なんだけども党のね自治省系の中でも 評判のかんばしくなないね人間先輩なんですよねでそれに加えてですよ今回のこの行政文書で明らかになったようにこの放送法解釈をめぐってですねこの無理な変更をねしろとでごリ押ししてきた人間なんですよねうんで総務官僚がそういう磯崎さんの復活をですよ何よりも嫌ったということはね非常にありうることだと思うんですよね それで磯崎を潰してやれということで文章を出した。ということはね、僕はね、これはあり得ると思うんですよね。うん。だけど、だけどですよ、磯崎さんが大分県知事選に出ることを潰したかったんだと。いうのは僕はね、それ違うと思うんですよ。ね。うん。これはそうじゃなくて、まさにね、えー、来週の4月23日ですね、今週か、今週の4月23日投開票の、 参議院大分補選ですね。こちらの方に出てほしくなかったんだろうと、と思うんですよ。ね。これだって、はっきり言って県知事になったってですね、県知事、大分県知事になったって、総務,総務省官僚にとっては、むしろね、ああ、よかったと思うじゃないですか。ね。もう総務省関係ないやと思うじゃないですか。ね。いや、もちろんね、実証系の方はね、あのー、これ、なんていうかな。 自治体の関係だからそれは関係ありますけどもね関係あるけども総務省の方にとってはああもう関係ないやと思うじゃないですかねだけども、えー、これがね、えー、大分補選に出てそして当選でももしされたらですよあまた来るぞこいつはと思うじゃないですかなのでこれは大分県知事選よりも参議院大分補選の方だと思うんですよね,ねそっちの目を潰したということだと僕は思うんですよね あそういういことだとだ思うんですよでこの大分補選というのはねこれはね、えー、前もね紹介しましたけどもとにかく自民党がね最重要選挙区と位置づけている、ねね、そしてねこれ維新も負けてたまるかということで、ね、これはねまさに維新じゃない申し訳ない、まあ、維新間違い間違い間違い維新じゃない維新じゃない、うん、これはね立憲民主の方です立憲民主ね うん、これね、大分はあ前も、ね、説明しましたけどもね、えー、これもともとねあの、社民党をね、えー、こちらはね、やっぱり強いところだったんですよ。ね、うん、だからこ、立憲民主党からね、後任で、吉田忠智さんが出てるんですよね、うん、吉田忠智さん。で、えー、この人は今ね、野党統一候補なんですよ、立憲民主、それから共産社民、それから国民民主党県連からもね、支援を受けている。 実質的な野党統一候補ですよねそしてこれに対して出ているのは自民党公認が白澤亜紀さんというね前も紹介しましたけどこれ銀座でねオーナーママ銀座のママさんということで非常に異色のね候補なんですよねうんなので今ね世論調査すると吉田忠智さんがリードしてるんだけどもこのね えー、銀座ママのですね白坂さんがですね非常に追い上げてるということで非常にね今緊迫したあ状況なんですよね緊迫した状況そうなるとねこれねもし磯崎さんが出てたらねこれはまたこれもね、まあ、緊迫して,るとしていたと思うんですよね、うん、なのでこの総務官僚にとっては磯崎は潰してやれということは僕はあったと思うんですよね、うん だからこの行政文書が出てきたのはねもちろんこれ何度も説明しましたけどもこのねえー、安倍さん磯崎さんによって半分変更されてしまったこの放送法の解釈を元に戻さなければいけないというね使命感も総務官僚の間にあったと思いますよ。ねまあ、それで、えー、この立憲民主のね、えー、小西さんに渡したということもあるんだけどもこの動機の半分はやっぱりね 磯崎さんの参議院補選ですね、この目を潰しておかなきゃいけないということがあったんじゃないかと,と思うんですよね。ここがやっぱりね、ちょっとね、あのー、この慎長のですね、週刊新重の見方、ちょっと違うかなと思うんですね。うん、ねそういうことだと思うんですよ。ね、えー、そしてね、今度はね、この高石さんのね、問題なんですけどもね。 うんえー、高橋さんの問題なんですけどもこれ結局ねこの行政文書に関しては磯崎さんはね自分がね書かれた文はね否定してないんですよ必ずしもねそこら辺ねある意味言正直といえば正直なんだけども否定してないんですよだけど高石さんはかたくなにこれはね捏造だと知らなかったというふうにねこれを繰り返してるんですよね でこれは一体ね、どういうことなんだろうかということなんですよ。ね。で、これね、えー、っと、<laughs> えー、これはね、しん、ここのところはね、集会新潮のこの、なんていうかな、推理というか、それはね、もうほとんど当たってるんじゃないかと思うんですけども、えー、これはね、えー、要するにね、総務官僚としてはね、総務官僚としては、まずこの磯崎さんの、この無理やり言ってきたね、 えー、この解釈ですね解釈変更これは潰したいわけですよ潰したいねそして高市さんにも説明しなければいけないとだけども高市さんに対してはねえー、これやっぱりね、えー、この磯崎さんが言ってきたような、えー、この変更した解釈ねこれについてはあまりその気になってほしくないなのでこれはね あまり強一応説明これしないことにはね、これどうしようもないんで、一応説明したんだけども、そんなには強くは説明しなかったので、高市さんの記憶にはね、残ってなかったんじゃないかというような意味合いのことを書いてるんだけども、それは確かにありうるなと思うんですね。うん。確かにありうるなと思うんですよ、ね。だけども、総務官僚にとってみれば、 やっぱりこれはしっかり説明したつもりだというねことはある,あるんですよ、ね。うん、そういうことなんですよね。うん。そしてね、これはねえー、っと、うんえー、週刊新潮ね、えー、週刊新潮はですね、えー、これは説明引用しているんだけども、も、えー、これ岩波のね。世界っていうね。これ、非常に硬派な雑誌があるじゃないですか。月刊誌がね。 こののの世界ですねこ五月号で、えー、片山義弘さんね、えー、この片山義弘さんというのはね、えー、これ自治省、ね、現在の総務省出身ですよ、ねうんまあ、この人がねずっとね連載を続けていてね僕もずっと愛読してねいたんいるんですけども、えー、この人がね、えー、こう解説してるんですよ、ね、この行政文書についてですね なんでこういう行政文書をつた作ったかというと、この官僚の間ではですね、こういうふうに、例えば磯崎さんがですね、無理やりいろいろ言ってくると、政治家がですね、えー、無理やりね、ご両しで言ってくると。それに対してですね、やっぱりね、あのー、なんていうかな、それを弾き飛ばさなきゃいけないじゃないですか、あらいろんな意味でね。えー、つまり、使命感もありますよね。 そういうういいいい法律の解釈を変えてはいけなと使命感もあるそれからね、えー、もちろんその官僚の、えー、この権益っていうのありますよね利、まあ、権みたいなねそれを守るためにそういうはき飛ばすっていうのもあると思うんですよねでそのために官僚同士でですね情報交換しなきゃいけないじゃないですか情報交換ね、うん、例えばこれね 旧郵政系の、ね、話ですよねなのでこの郵政省系ですねの,あの幹部の中で情報を共有してそして何、えー、て言うかなミーティングしてですねそしてこういうふうに弾き飛ばそうというふうなですね作戦を立てなきゃいけないということですよ。なのでこういうね行政文書を残しておいたということなんですよ。これはね全くその通りだと僕は思ってるんですよ。 ねうん、これ何でもかんでもですよ、ね、情報交換しなければ、あのー、これチームが保たれないじゃないですか、ねうん、要するにこの世の中現代社会っていうのはチーム戦でしょチーム戦、ねえー、つまり総務官僚にとっては、えー、総務省の中のチームがあるわけですよ、ね、3人4人5人というねそれ情報共有しなければ チームを組んだことならないじゃないですか。ね、それも常識として分かりますよね。それが今回の行政文書だったんですよ、ねうん。だから内容は当然ながら実に正確なんですよ。正確な情報共有をしないと戦えないじゃないですか、ねうん。で、そういうね、正確な行政文書。これをもとに総務官僚ね、郵政系の総務官僚は 対磯崎の対策を練っていたんですよ、ねうん、そういう対策を練らなければ、ね、情報を共有しなければ作戦の立てようがないわけですよね。なので本来は高市さんにとってはですよこの文章残っていたということはありがたいはずのものだったんですよ。ね、というのは安倍・磯崎のラインでね まるで議員内閣制をないがしろにするような策動をやっていたわけですよ。ねうん、磯崎さんってのはね、えー、まさにいい安全保障とか選挙制度とか、それがた、ね、あの担当であって、放送法なんか何の関係もない補佐官ですよ、ね。そして従来であればですよ、これ補佐官じゃなくて、高石さんというね、えー、内閣の閣僚に。 言ってくるのが議員内閣制の一番のやり方ですよ。一番本来のやり方ですよね。うん。で、それをないがしろにするような策動をやっていたということですよね。なので、えー、これ、高石さんはですね、このね、えー、行政文書ね。まあ、これ前にね、何度も見せましたけどね、これですよね、行政文書。ね。うん。で、この行政文書をですね、えー、まさにね、見る限りですよ。 テレビ朝日に公平な番組なんてあるの、まあ、というようなですね、まあ、個々の、ね、問題発言はあるんだけども、全体として見れば、従来の放送法の解釈に沿ったですね、常識的な対応をしているんですよ。ね、それがですよ、ね、それが、捏造だと言って、高市さん墓穴を掘ってしまったのは、これはね、今言ったように、 自分のこの過去の、ね、個々の発言の乱暴さに気を取られてしまってこの問題の全体の意味とかね流れを見失ってしまったんだと、ね、そして、えー、自らね、えー、墓穴を掘ってしまったとそれははっきり言えば自らの自らの指揮権のなさが招いたものだったということなんですよねなのでね 今もね、この引っ込める気配のないね、このね、捏造発言ですね。まあこれによってね、高石さんの墓穴というのは、ね、日々より深く、ね、掘り続けられているんですよ。ね、いい加減気がついたらどうだと思うんですけどね。うー、ん、ね、というのはね、霞ヶ関の官僚はですよ、高石さんがね、そういうふうなことをね、言うたびにですよ、総務官僚だけじゃなくて、すべての省庁の官僚はですよ、 もうね、高市さんは応援しない。もうサジオ、サジオを投げてるわけですよ。ね。また高市さんが何かのね、どっかのか閣僚になってですよ。それが自分のね、大臣、自分の省庁の大臣になってね、またその後になって、ね、同じように自分がね、捏造だとかね、まるでね、えー、変な風に言われ言われてしまうと。ね。これじゃあね、大臣になったって、 尽くしようがないじゃないですか。ね。尽くしようがない。ね、うん。頭が回らない上にですよ。変に強情でですよ。世話になった官僚に対して、全く恩義も何も感じてないっていうね。そういうのがもう非常によくわかる。高橋さんの態度。これはね、もう日々墓穴を掘ってるんですよ。日本のね、この政界においては。ね。うん これね、永田町の政治家っていうのは霞が関の官僚のね協力がなければ何一つできないんですよ。ね、なので日々その信頼を失ってるということはもうこれダメなんですよ、ねうん。そういうことなんですよね。うん、そういうことなんですよ。ねうん、んとにかくね、えー、これはね えー、こ週刊新潮がね、言っているのは、とにかく言っているのは、えーえー、このね、<laughs> 磯崎さんね、とにかく横槍をい入れてきたのはね、もちろんね、今回よ、磯崎さんですよ。まさにね、悪者っていうかな。うん、だからね、これ、総務省出身の山田牧子,子総理秘書官なんかはですね、この行政文書によるとね、変な役くざに絡まれたって話ではありませんか、っていうね、うん こういういい発言まででしているわけですよ。そこまでねもう磯崎さんはね官僚にも嫌われちゃったわけですよねうんそういうことなんですよね、うん。そしてね今回ねこの高橋さんが捏造というふうにねずっと主張し続けているんで総務官僚がね相当ねこれは不快だとねということで週刊新潮がね言っているのは今回ね 総務省が普通なら公にしない行政文書をあえて公表し調査結果まで発表した背景にもこういう官邸主導に対する強い不満があったように思えてならないというふうなねことになってるんですよ。ね。うん。えー、そしてね、えー、この週刊新です、ねえー「週刊新潮」ですね。「週刊新潮」にこの記事を書いたね。えー 水沢さんですねねジャ、えーナのこ水沢さんはね、えー、結局ね,こう,うねこういうことを最後の最後の方に書いているんですよ。ねえー、今回の顛末を見ると筆者には旧民主党政権が思い出されるあの時代政治主導を主張した民主党の政治家たちは官僚が表に出し政策を実現することを極端に嫌った。一方で 細かいこと面倒なことは全て官僚任せという傾向があった筆者が目の当たりにしたのはある省庁の記者会見で冒頭で華々しく挨拶した後、詳細は事務方にと質疑応答を官僚に押し付けて去っていったある政務官の姿だおそらく中身を全く理解していなかったに違いないこんな政治家には付き合っていられないと考えたろう当時の官僚たちは民主党政権に対し 冷ややかなな態度を取るようになり、政権ダックと化したた。のだった官僚たちがあえて何もしなくなったことが結局は民主党政権を倒す引き金になったと筆者は考えているというね、えー、これは水沢さんのねこの見方を書いているんですよね。で僕はね思うにこれここで僕の意見をねちょっと言わせて、えー、もらうとですねこの見方は半分当たっているんだけども。 半分は外れてるんですよ、ね、というのはね最も大事なことを言ってないんですよ。ね、つまりこれね同じ言葉の政治主導といってもですよ民主党政権の時の政治主導とそれから安倍政権の時の政治主導というのは180度違うんですよ。このね最も重要なことを言わなければいけないんですよ駄目なんですよね。 うんこれね、えー、僕はね、<laughs> あ、今ちょ手元に、あ、とか言ってたのえっ、ー、とね、食 <laughs> 用政治家小沢一郎ですね。これはまあずっとね、紹介してきたんだけども、食用政治家小沢一郎ですね。えー、その本でね、あのー、その本でこじっくり書いているんですけども、じっくり書いているんですけどもね、えー、これね、<laughs> 民主党政権の政治主導というのは国民の手に政治を取り戻そうという政治主導だったんですよ。ね。だけども、えー、また、あ、ね、それをね、それを説明すると具体的にはこの政府予算の組み方ですね、それをね、えー、まずね、政治主導で国民の手に取り戻そうということで、そこからしてまでま全然違ったわけですよ。ね。そしてね、そういうね、 国民の手に政治を取り戻そうというねこの第一の目的のためにですね政権を取った場合にはイギリス型の本来の議員内閣制これを下敷きにしてですね念入りに政権の制度設計をずっっと練っていたんですよ、ねで。その制度設計については僕はですねずっとその後をね追ってきたからよく知ってるんですよ。 民主党が、民主党政権ができる10年前、20年前から、実は政治学者の間でですね、これはね、じっくり議論されていたんですよ。ね。そして、政治家の中でも議論されてきた問題だったんですよ。ね。で、そのね、えーえー、職業政治家、小沢一郎というね、本の中でも書いたんですけども、これ、ね、小沢一郎ね、その小沢一郎さんや、 菅直人さんであるとかねそういう人たちがそれぞれね制度設計をしていたんですよ個人個人ねだけども民主党政権になって実際に政権を取ってみるとですよこれね民主党の政治家の中でもねそのね制度設計の知識においてやっぱりねかなり濃淡があったんですよねうんそしてねそういう制度設計とか ね、知識に熟していないあるいは考えていない政治家というのも多分に含まれていたんですよ。ね、なので、ね、与党経験もなかったということで現実の政権運営がうまくいかなかったんですよ。ね、そしてそれに加えてこの当時の民主党政権のこの幹部の間でも、ね、それぞれのイメージが微妙に違っていた。 あるいは大いに違っていたということもあったんですよ。そこのね、あのー、何て言うかな。<laughs> あのー、まさにその議論、議論して議論してね、そういう、まさに政権を取る前に、そこは議論をして議論をして、お互いに共通認識を高めていかなければいけなかったんだけども、それがほとんどなかったんですよ。ほとんどなくて民主党政権に突入してしまったんですよ。ね。うん。 なのでね、これはちょっと具体的に言って悪いんだけども、政権のね、一番のね、重要な、うん、き肝であった国家戦略局担当、これに菅直人さんがついたんだけども、はっきり言えば非常にわかりやすいのはこれなんですけども、菅直人さんは国家戦略局のね、えー、このお機能について、役割について、全く考えていなかった。なので、 一番重要な部分が全然なってなかったんですよ。なので、ここ,こから崩れていってしまったんですよ。ねつまり、民主党政権、国民の手に政治を取り戻す、国民の手に予算編成を取り戻す、ね、そしてお金の使い方を国民が決める、そのための国家戦略局だったんですよ。ところが、菅直人さんがそれについて全然知識がなかった。なので その一番大事な部分が、もう最初から崩れちゃってたんですよ。なので、もうね、一番肝の部分が、中核が崩れたんで、周りもどん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 崩れていったんですよ。ね、それが民主党政権が崩れた一番のあのー、原因なんですよ。ね。だけど、この民主党政権の後,後に、この政権に就いた安倍政権ですね。これと民主党政権とはね、全く、 く根本的ななところでで異なっていたんですよ。それどういうところかというと、つまり、民主党政権は国民のために政治主導。ところが安倍政権は、もろに円固資本主義。つまり、政権の私物化。ね。政治の私物化。それを目指す政権であって、政治主導というものは、それを、それを目指す中で使っていたんですよ。 これ全然違うじゃないですか。ね、なので例えば内閣人事,人事局というものをですよ内閣人事局ねこの官僚の幹部の人事をねこの政治閣僚が内閣が握るということですねその内閣人事局それは、ね、本来は自民党の橋本龍太郎政権以来ですよ官僚というものを、ねえー、非常に衝撃に走りがちな官僚というものを 政治の側が国民の役に立つようにコントロールしていこうとそういう狙いで作って練ってきたものなんですよ。それは自民党の自民党のですよ自民党の橋本龍太郎橋流政権が考えてそしてそれが民主党政権につながってそうやって練ってきたものが安倍政権になった途端全く目的外のものに使われちゃったんですよ。 それが菅政権にも引き継がれたんですよ。ね。なので、安倍政権以来、自分たちの政権の私益のためだけに使うというやり方なんですよ。ね。なので、安倍政権,安倍政権以来の日本の政治というのは、これ民主党政権までの政治の発展、ね、それを全く無にね、期してしまったということなんですよ。 ね、これが一番重要なことなんですよ。これをねあの、言わないと何も言ったことにならないんですよ。で、高市さんという政治家はね、そういう中で、ね、ほとんど安倍政権の価値基準でしかものを考えられない政治家なんですよ。ね、つまり、この官僚政治の中でですよ、高市さんというのは、自分なりにね、 官僚の言ううことと、を自分なりに理解しようとそういう個人的な努力をしする、ね、人間なのかもしれませんけどもね。本人は、ね、いつもそういうふうに言ってるんだけどもね。だけども、民主党政権までのような、ね、それまでの自民党政権もそうだったんですよ。つまり日本政治の水面下の地道な発展。それをね、全く知らないんですよ。勉強していない、そのことについて。ね、なので、 まさに、ね、自分自身の成功体験だけが、ね、その自分の政治の価値基準の基本になってるわけなんですよ。つまり、安倍政権、ね、安倍さんに取り入って認めてもらう。ね、そして安倍さんに取り入るためには、非常に右翼的なね、主張、行動、それに染まるということですよ。ね。そして、 もう高橋さんにとってはねすでにそれはもう取り返しのつかないものになっていて自分が当選するためにはね右翼層を満足させなければならないそして特に奈良県の地元では特に天理教を満足させなければならないということですよそこで今回また出てきたのはまさにその天理教を主人公とするゴミ処理場の疑惑ですよねうん ね、この問題ね、これね、地元ではですよ、奈良県の地元では、荒、ね、井前知事サイドがね、情報を握ってるわけですよ。ねうんまあ、地元の人はね、知ってる人多いと思うんだけども、ね、まさに荒井前知事サイドが握ってるんで、これはね、えー、マスコミ、記者にとっては、比較的取材しやすいですよ。な、ね、んでかというとね、 アライサイドの方に行けばですよ、これ何でも教えてくれるわけじゃないですから。ね、1から10まで。ね、なので、これはね、おそらくはね、取材しやすいんで、これからこの問題がね、おそらくう追求されていくと思いますよ。ね、その可能性が高いと僕はね、あの思いますねうん。でね、まあ何でもかんでもね、<laughs> とにかく無理やりね、抑え込めると。 そういうふうに錯覚していたね、安倍さんの時代はもう去ったわけですよ。ね。やっぱりね、時代は今変化してるんですよ。ね。なので、高市さんのような、ね、安倍時代にしか生きられない政治家というのは、やっぱり今後ね、淘汰されていくと僕は思いますよ。ね。うん。というようなことでね、えーまあ、特別に高市さんを攻撃しているというわけではなくて、時代はこういうふうに変わっていっているんだと。 いうようなことですね。まあ、これについてね、ちょっと喋ってみました。ということでね、まあ、最後にちょっとコマーシャルタイムをいただきまして、えー、ね、まあ、毎回言ってますけども、えー、これですね。アマゾンに鉄道を作る。ね。えー、日本が誇るべき政府開発援助。それをね、世界最貧国であるボリビア。えー、ここに投入して、えー、誰も見向きもしなかったアマゾンの奥地に鉄道を作って、えー、ボリビア経済を助けてやろうと。 そういうね、日本が誇るべき政府開発援助の一つなんですよね。それからもう一つは、えっ、ー、と、これは <coughs>、えー、コロナ日本国書。これはね、あのー、僕がね、この専門家,専門家にですね、えー、じっくりと耳を傾けて、えー、そして、えー、コロナ対策はこれでよかったのか、ね、日本政府の感染症対策はこれでいいのか、ということをね、じっくり書いた本なんですよね。でこれはね、 感染症対策ってのはこれからね、コロナだけじゃなくて、非常にね、必要になってくるんですよ。ね。これはね、もう本当にね、じっくりとその知識を国民が持たなければいけないという問題なんですよ。そして、このコロナを、コロナを通じて、やっぱり日本の政治というものも、やっぱりね、見えてくるんですよ。ね。ということでこれ、これは僕はね、重要な本だと思います。ということでね、この2冊ですね、ぜひ買って読んでいただきたいなと思います。 まあ、ということでね、まあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。